光の具合気持ち悪くなって大丈夫？はい、どうも皆さんこんばんは、ダンダスです。今日の動画は ASMR でもコントでも前と一緒に検証の動画になるんですけど、レモンと風船を使った実験なんですけども、皆さん風船を膨らませた状態でレモンの汁をかけるとどうなるでしょうか。ベベー、正解はですね、風船は割れます。これはなんでかっていうと、レモンの中に入ってる汁の中の成分の中の汁がゴムを溶かして、でその結果パーンって割れるっていうのが仕組みなんですけども、ある2チャンネルの記事によると、マジックを塗ってその上に汁をかけると風船は割れないらしいんですよ。2チャンネルの言うことは大体合ってるので、この実験をやっていこうと思います。しかし、前回の動画を見た人はわかると思うんですけども、前回同様この記事が、これ書いてある記事が嘘だった場合、風船がその場で破裂した場合ですね、この動画は強制的に終了となります。まあ俺もね、こんなことはしたくないんですけども、前回の実験はですね、失敗しました。今回はそうはいかんぞと。今回は絶対この風船は割れませんので、皆さんにね、無事自分の汁をピシューかけて、割れませんでした、てってれてーで終わろうと思います。では、それではやっていきましょう。どうぞ。Shining like a mirror, man. I smoke mega, man. No comment. Send you back to where you came from. 実験やる前にですね、これピンクの風船にね、水を入れたんですけど、すんごい楽しくてずっと遊んでたんですけど、実験する前にめちゃくちゃ可愛くて、これが全然割れない。はい、皆さん実験台の方へようこそ。普通の部屋ですけどね、ここは。ちょっとカメラのアングル変えただけです。イエーイそれでは実験の方をやっていきたいと思います。この黒い部分にレモンの汁をかけても風船は見事割れないのか、実験の方やっていきたいと思います。多分普通に大丈夫だと思うんですよね。あ、すごい。え、割れない。え、すげえ